おはようございます。私ここにありますけど東京大学の高木と申します。今日はデータベースの使い方とか、あるいはその次世代シークエンサーから出てくるデータの解析の方法とか、多分そういうことを関心を持って具体的な話を聞きたいと関心を持ってお集まりだと思うんですけども、そういう意味ではちょっと私最初こういう話をして恐縮なんですけれども、そういうデータベースを使いやすくするといいましょうか、そういう活動を我々してますので、その紹介を少し最初に15分のことを私の方からさせていただこうと思っています。さて、それで、私は今日データベースの統合はなぜ必要かということこういうことでお話しします。で、統合とは何かって話はこれから少ししていきます。さて、それで、ここにありますけれども、ご存知のように今データが非常に爆発しています。で、あまりそれ以上のことは知られておりませんけれども、知識も爆発してますし、データベースも爆発しているという状況です。一番大きいのはその、最近のゲノムシークエンサーの、性能の伸びということが大きいと思いますけれども、それに伴いまして、さまざまな、ゲノムプロジェクトが進行しております。またゲノムだけではなくて、いろんな顕微鏡等の、写真の画像をはじめですね、さまざまなイメージデータも、非常に急増しているということです。それに直接的な関係はありませんけれども、論文知識でしょうか、論文の方も大変な爆発をしておりまして、今だいたい2000万件ぐらいもたまってますし、毎年70万件とかぐらいのオーダーで論文が増え続けているような状況です。ライフサイエンスに限っての話ですけれども、誰がそんな論文書いてるんだろうと思うくらいにですね、その中にはいらない捏造もあるかもしれませんけど、そういう状況になっている。ご存知にそのオンラインジャーナルとかそういうのも出てきましたので、従来はそのデータベースというとアブストラクトだけしかなかなか見られなかったんですけども、フルペーパーそのものが見られるということになっています。そうするとこのデータとその知識をどううまく結びつけていくかということがこれから重要になるわけです。で、そういう観点でさまざまにデータベースもできておりまして、これなかなかその正確な数を数えるのが難しいんですけども、世界中には1万ライフサイエンスの分野で1万ぐらいのデータベースがあるだろうと。日本だけでも1000を超えるデータベースが作られております。で、またその解析ツールもですね、これも数え方が非常に難しいんですけども、2000とか3000のオーダーあって、じゃあこのデータどのデータベースにどういう解析ツールを使えばいいのかって誰も分からないような状況になっているわけです。で、データ量の話に戻しますと、そこの右の方に書いてありますけども、ペタのオーダーのデータが10の15乗ですねぐらいのオーダー、皆さんお使いになっているパソコンがだいたいギガのオーダーのパソコンのディスクだと思いますけども、それの10の6乗倍のデータが出てきて、そのうちこのまたもう3桁になってエクサとかいうようなデータ量に達するだろうというような状況になっています。こういうふうにデータや知識や あるいはそれを格納したデータベースが爆発的に増えているわけですけれども、一方でなかなかそれをうまく使いこなせないという状況になっています。で、こういうそのデータベースあるいはデータを大量に出すという、プロジェクトは我が国では2000年頃のいわゆるミレニアムプロジェクトと呼ばれるものから急速に進展してきました。ヒトゲノムが決まったのが2003年ですから、その頃からという言い方もできるかもしれません。で、我が国では、数千億円の、今だと3000億円とか4000億円ぐらいの規模の、予算が、ライフサイエンスに積み込まれています。最近日本版 NIH という話があって、それを各所バラバラにやるのではなくて日本全体でまとめてやろうという話も出てきておりますけれども、そういう状況になってきておりまして、そのじゃあ研究費がどうなっているかって全部ほとんどがデータに化けているんですね。で、中にはその中から論文も先ほど言いましたように何十万件か論文出てますから、成果も出ているとは言えるんですけれども、でも基本は、研究費がデータに化けていると、いわゆる、ビッグデータというものが、出現してきています。
で、そういう中で研究のスタイルがどんどん変わってまいりまして、従来はその研究者の頭の中で、整理をする、あるいは論文を読んで何か仮説を立てるというようなことで、後でまあ小規模な実験をして検証するということだったわけですけども、そういうまあ仮説駆動型の研究からまず最初にデータを全部取ってしまって、その中から答えを見出そうと、まさにそのヒトゲノム計画がそうなわけですけども、ゲノムを決めてしまえばその中に、どんな病気であれ、どんな生命現象であれ、その中に遺伝子は全部入っているというわけです。その中から探そうと思います。で、こういうのをまあデータ駆動型とか、あるいはデータ中心感覚、データインテンシブサイレンスというのをしますけど、そういうものがまあ出てきていると。ただ一方でこういうふうにデータ駆動型になればなるほどですね、データの重要性が高まるわけですから、大学の法人化だとか、あるいはその研究成果は研究者のものにというバイオール法の精神とかいうようなことがありまして、データの囲い込みが逆に起こってしまっているというわけです。で、そういう中でですから、データが分断されたり断片化されたり、あるいは隠蔽されたりしているというわけです。でも、いわゆるそのイノベーションを起こすには、最近の言葉ですとオープンイノベーションという言葉がありますけども、その段にデータを一部何か検索したらそれが引っかかってくるだけではなくて、丸ごと使えるようにしないといけないわけです。そうしないと、新たな、未知の、その結果を出せないわけですね。で、よく言われてますのが、その今まではデータ生産者が、データ解析者になっていたわけですけども、データ生産した人以外の不特定多数のイノベーターが存在するという世の中になってきているわけです。で、その中でそういうことを可能にオープンイノベーションをするためには、再利用とか転用とかマッシュアップといろんなものを組み合わせるということが自由にできないとイノベーションは起こせないわけで、そのためにもデータを囲い込むのではなくて、みんなが自由に使えるようにするというのが重要だろうというふうなことが言われています。で、このここに出てきましたデータシェアとかですね、ビッグデータっていうのが2008年とか2009年頃のからもう、サイエンスの世界で言われてまして、表紙にもなっているような状況です。で、今申し上げたような、状況がございまして、そうするとこれからの研究っていうのは、さまざまなデータを自由自在に組み合わせ、その中から新たな知識を見出していくというようなことが、まあ、非常に重要になってきております。で、生命情報を統合して研究をするということでございます。そこにあるようなさまざまなものをうまく活用するということでございます。で、こういうような動きの中で、例えば一つの例といたしまして、これ日本学術会議の提言ですけれども、人の健康に向けて人の生命情報を統合して研究しようと。大規模の100万人ぐらいの人の健康情報とかゲノムとか、さまざまなメタボロームとか代謝物とかですね、そういうものを集めて解析しようというような提言が出てきておりまして、これはまだ提言だけの段階でございますけれども、例えば東北メディカルメガバンクというのがございまして、これはもう15万人の人の健康情報を東北のその医療の復興と重ねてそういう研究を始めると。で、まもなく1000人ぐらいの日本人のゲノムの、まあ、全ゲノムが決まるというような状況になってきておるわけです。で、こういう、まあ、大きな研究の流れがございます。で、一方、今ライフサイエンスの話をいたしましたけども、ライフサイエンスだけではなく、先ほど申しましたビッグデータというのが今非常な、流行り言葉になっております。それ一つ のきっかけになったのが、この昨年の4月だったと思いますけども、アメリカのオバマ大統領がこういうふうなビッグデータを研究開発するというようなことに大きな予算を投じるということが言われて、日本でも盛んに、まあ、この大量のデータから何か知識を見出そうということになってきたわけです。で、この中には、まあ、ライフサイエンスはもちろん入ってますけど、それ以外のものもさまざまなものがあって、研究開発していこうという流れになっています。で、こういう、まあ、ビッグデータと似たような言葉ですけども、最近そのフォースパラダイムと、第4番目の科学というようなことが、言われるようになりました。これはフォースパラダイムという論文集なんですけども、これはチューリング賞という、いわゆるそのコンピュータサイエンスのノーベル賞に相当する、まあ、チューリング賞を受賞しましたジム・グレイが、まあ、提唱して、彼はここにも2007年に、亡くなって、ヨットの事故かなんかで亡くなってしまったんですけども、その当時働いてたマイクロソフトが、まあ、まとめた論文集です。で、これは検索していただければ、ダウンロード、自由にダウンロードして読むことができます。で、この中にですね、
何が書かれているかといいます と、4番目のパラダイムということで、その昔はですね、その実験科学だった。その後こう理論科学が出てきて2番目にですね、で3番目がそのコンピテーショナル計算科学ということで、いろんなシミュレーションをして、例えばその飛行機の羽の設計を、その流体力学をですねシミュレーションして飛行機の設計図とか自動車の設計、それが第3番目の計算科学です。で第4番目がそのデータ爆発に伴った、エレクトリックサイエンスでしょうか、そういうような話とかですけども、これが第4番目の、科学で、これがあのデータインテンシブサイエンスとかデータセントリックサイエンスとかというもので、まさに今、ライフサイエンスもそういうような状況に入ってきているわけです。でじゃあそういうふうにあのデータが出て大量に出てくると、特にその次世代型シークエンサーが出てきますから、お金さえあればですね、あるなんか材料さえあればどれだけでもデータが出せる時代になっている。そうすると、まあ、ビッグデータということでデータが出てきて何かあの統計的処理をすれば答えが出てくるかって、そんな簡単にはいきません。で、それを言われるためにはさまざまな問題があります。それがそこに少しまとめておりますけれども、これ先ほど申しましたけど、データの囲い込みがあって丸ごと簡単にビッグデータといってもですね、自由自在に誰のもののデータが使えるわけじゃありません。あるいは一方その公開されててもですね、データの権利関係がはっきりしてなくて、それを使ったらどうする、使ったら、単にクレジットするだけでもいいのかとかですね、あるいはそのデータを自分のところに持ってきて何か他のデータと組み合わせたら後のデータベース作っていいのかとかですね、それ人にあげていいのか、さまざまなことが分からない状況では安心して使えないわけですね。でこれがあの一つ大きな問題です。これはもうあのどちらかというと、まあ、データそのものよりも精度の問題かもしれません。それからそのフォーマットとか用語が、不統一で、例えば遺伝子名一つ取りましても、一つの遺伝子に10も20もいろんな名前がついています。これは歴史的にさまざまな経緯でまだその実態が分からないときに名前がつけられたりしてますから、普通のものでも大体10や20の名前がついていて、どれとどれが同じなのか分からないわけです。そうすると先ほど申しましたビッグデータで何か統計的な解析をするっていうのもですね、ちゃんとその名寄せができてればまだその統計処理できますけど、同じ遺伝子がいろんな書き方されてるとですね、何もその有意義な結果が見出せないわけですね。で、まあ、こういう問題が、それから、データベース様々な皆さんお使いだと思いますけども、それがどの程度、信頼性に足るものなのかということもよくわからない。だからそもそもどこにどういうデータがあって、どういうツールがあって、どれとどれを組み合わせて使えばいいのかさっぱりわからない。こういうようなことが、先ほどそのネイチャーの表紙の話もお見せしましたけど、日本ですと、2005、6年ぐらいから問題になりまして、それで、統合データベースプロジェクトものが、今から、7年ほど前に、7、8年前からスタートしているわけです。で今日その、講習をしますのも、基本はそういうようなことの活動の中でやってきたことをご紹介するということがございます。でこれはもうどうでもいい話ですが、政治的にはこういうふうに、国の方で総合科学技術会議の中でさまざまに議論をされまして、それで私たちあの文部省の関係ですけども、他の省でも経産省でも、あるいは農水省でも、あるいは厚労省でも、いわゆるこのデータベースの統合化プロジェクトというのが平成18年頃から相次いでスタートしていると。で私たちはあの文科省のプロジェクトですけども、その他の省でも一応束ねるような形になってまして、今4省連携してデータベースの整備等を進めているということでございます。で、ここにあの簡単に後でもう少し詳しい話があると思いますけども、今申し上げましたように平成18年ぐらいからその4つの省でデータベースのプロジェクトが進みまして、で23年、今から2年ほど前に4省を連携して1つのポータルサイトを作るというところまで来ているわけです。まあ、今後これ日本も先ほど申した日本版 NIH ができたらどうなっているのかちょっと不透明なところがありますけれども、まあ多分このままの活動をよりあの進める形ですできるんではないかというふうに考えています。その中で今これ4省でやってるんですけど、文科省のプロジェクトが平成18年にできまして、その中に2つのセンター、これちょっと政治的な理由から2つのセンターがありまして、 DBCLS というのと NBTC というのがありまして、今 NBTC が、そのどちらかというと日本全体のヘッドクォーター的な役割を果たしています。その中でここにありますように、
クリエイティブコモンズと呼ばれるようなですね、ライセンスの方法でありますとかフォーマットとか辞書とかですね、さまざまなものを作っております。あと最近ではそのいわゆるその人のデータですね、人ゲノムのデータなどはその個人情報という観点もございますので、まあ、完全に公開していいわけではありませんので、そういうものをどううまくその制限付きで公開するか、許可された人だけに見せるかとかですね、そういうような仕組み作りもやっておりまして、その中でいわゆるそのヒューマンのデータも、多く、蓄えられてきて、それを使いたければある審査を経て使えるというような状況にもなってきています。このような活動を、これまで、まあ、やってきておりまして、その、ほんの一部ですけども、今日これからご紹介することになります。で、この今申し上げました NBDC というセンターがございますけども、その中で、この4つの柱で活動しております。で、この4番目の、分野別の統合化っていうのがございまして、こういうような、分野でそれぞれ今データベースの、微生物だとか植物だとかですね、人の竹だとかそういうところで、データベース化が今、分野ごとのデータベース統合化も進んでおるということで、その成果も、そのホームページから、順次公開しているという次第です。このような、まあ、活動をしておりますし、これからもより発展させていただきたいと思っておりますので、いろいろご理解ご支援を、お願いできるかと思います。それから今日この資料はですね、後で、ホームページからダウンロードできるように、そうですよね、そういう段取りになっておりますので、それも後でご活用いただければというふうに思います。以上です。